鈴宮春日は憂鬱である。いや、あったと言うべきか。皆さんは鈴宮春日という存在をご存知であろうか。縦横無尽、唯我独尊、北高生徒で知らぬ者はいないという我らが SOS 団の団長殿である。 SOS 団とは何ぞやという説明は後にするとして、その鈴宮春日が年も明けてしばらく経った頃、桜の咲く気配が近づいてきた。珍しくも平穏な日々が続いていたある日、とんでもないことを言い出しやがった。ゲームを作るわよ。